こんにちは。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー、おさないでございます、えー。この動画は弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです。心理学の各種試験対策や、えー、大学での講義の補修、えー、または教養のためなどにお役立てください。よろしくお願いいたします。 ということでですね、まあえー、心理学の主要、えー、領域ということで、まあ、前回まで、えー、と心理学の研究法についてお話をしていたんですけども、ねまあ、あの近年における主要領域についても簡単に名前だけですけどご紹介をしておこうかと思います。まあえー、と生物学的な心理学と、えー、いう分野もありますし、まあ、実験心理学という,ような分野もあります、まあ。実験は研究の方法なので、ね